エーダ軍区は、アメリカ合衆国ミシガン州ローアー半島西部、ケント群内に位置するタウンシップ。グランドラピッズ東港、約2 0トルに位置する。人口は9882人。エーダは1821年に建設された歴史ある町で、1860年代にソーナップル川に架けられたカバードブリッジは国の史跡に指定されている。また、 エーダはアムウェイが本社を置く町としても知られている。エーダの歴史は1821年に遡ることができる。この年、リックス・ロビンソンはグランド側とソーナップル側が合流する、この地に立地していたアメリカ家側会社の取引所マデリーン・ラフランボワーズから獲得した。1836年にワシントン条約が締結されると、 それまで入植者が購入することのできなかった、グランド側より北の土地を購入することはできるようになった。タウンシップ最初の町長にはロビンソンが選ばれたという説とシドニー・スミスが最初の町長で、その後1841年と1844年にロビンソンが選ばれたという説の二つがある。1858年にはソーナップル側の加工に、 村が作られた。しかし、村はゆっくりと成長し、正式な自治体となることはなかった。1867年には、ソーナップル川にエーダカバードブリッジが架けられた。この屋根付きの橋は、現在では、ミシガン州内に残る、わずか9本のカバードブリッジのうちの1本で、国の史跡に指定されている。エーダは、 北緯42度57分15秒整形85度29分20秒北42.95417度整形85.48889度42.95417-85.48889に位置しているアメリカ合衆国統計局によるとエーダタウンシップは総面積 95.9kmh である このうち9 3 4 k ルが陸地で2 5 k 平方メートルが水域である。総面積の2.59%が水域となっている。A ダタウンシップはグランド側とソーナップル側の合流点を中心に広がっている。この2本の川の他にもタウンシップ内には数多くの小川が流れ湿地帯も点在している。 一帯は青々とした森林が広がる、起伏のある土地となっている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。